はい、久保です。ただいまね、深夜3時45分なんですけども、ドル円に急速な動きがありましたので、このレポートをさせていただきます。私は108円方円に向かうために、まあ昨日ね、夕方、その基準を設けた動画を出しましたけども、今回ですね、ネックラインを超えて、ぐーっと急上昇しております。急上昇しております。その辺の動画はね、見ながら解説していきますので、こちらをご覧ください。ネックラインが、引かれているのがわかるかなっていうところなんですけども、ここなんですよね。ここをブレイクしてるんですよ。あのね、逆ヘッド&ショルダーができるんじゃないかなってそうっていうのをぼんやり思いながら見ていたんですけども、ヘッド&ショルダーはできてないんですけども、でも、まあよくわかりやすいね、このネックラインが並んでいるところに、まあブレイクして急騰ということが起きておりますね。まあ15ピップスぐらいは今継続して伸びてるところです。今ね、109円の80に入りました。うん。まあ順調な利益を積んでますね。私はですね、ここから跳ね返って下に行くようならセルというふうに考えていたんですけども、108円台の方に向かいますからね。ここを抜けたら大きく上に向かう。それが実現したという形になります。それではですね、引き続きこの辺りまで、これダブルトップって言ったでしょ。ダブルトップのあるここ。ここまでは、現在のこの高値、このチャートバーが伸びることを私は考えてますので、まだまだ利益伸ばしていこうかと思います。すでにゼロライン設定しましたんで、もう、ロスカットはありません。どう転んでも利益です。今ね、15ピップス以上取れてますんで、悪くても10ピップス。良ければ、この110円の035付近までいけるんじゃないかなと思いますね。これはかなりの利益になりますよ。それではね、また、朝の解説までお待ちください。というか、いや、もう言うことないですね。今お話した通りです。本日の解説は以上で返させていただきます。それでは失礼します。